塩原温泉街の中心部から西へ4キロほど走り、元湯温泉への分岐を入って間もなく、こちらすっぽん料理かっぱというお店です。さあ、どんなお店なんでしょうか。さあ、ご主人にお話を伺います。すっぽん料理ということですが、どうして塩原温泉ですっぽんなんですか。すっぽんはですね、もともと暖かいところの生き物なので、はい、この辺には住んでないんですよ、はい、ただうちには温泉がありまして、この温泉の熱を利用してすっぽん養殖をしてるわけなんです、はい、冬は普通すっぽんは冬眠しちゃうんですよ、ただ温泉で温めてあげますと、冬でも餌をたくさん食べまして、はい、いつでも元気のいいすっぽんが提供できるわけなんです。なるほど、はい、精力剤とね、とも言われるすっぽんですからね、いつでも元気のいいすっぽんということで、まあ、皆さんも食べて元気になれるというわけですね。そうです。そういうお客さんがたくさん来ますね。体が弱い方とかですね、あとはちょっと手術した後の方とかですね、そういう方が来て元気になったって話よく聞きます、はい、ところで温泉に入っているのはすっぽんだけなんですか。いや、すっぽんだけじゃないですよ。お客さんも入ります。隣にお風呂がありまして、はい、すっぽん食べたお客さんには入ってもらえるようにしていただいてます。わあ、いいですね。ではどんな料理が食べられるのか教えていただけますか。はい、うちはすっぽん料理で鍋がメインなんですけども、まず最初に、山菜とか野菜の料理が5品ほど小鉢で出ます、はい、それから生き地と炭重ですね。これが出ます。これ元気が出るんですけど、炭重は消化の助けになるということで、消化にもいいんですね、はい、でその後鍋が出まして、野菜を入れて食べていただくようになります、はい、でそれが終わりましたら最後にすっぽんの雑炊になります、はい、でこれはうちで作ったお米を使ってまして、で玄米なんですよ、使ってるのがね、はい、これが非常にすっぽんのスープに合いまして、とっても美味しいんです、はい、この料理を食べながらお酒を飲んだりっていうのはどうなんでしょう。あ、大丈夫ですよ。皆さんよくお飲みになってますね、はいはい、すっぽんはコラーゲンがたくさん、ゼラチン質であると聞いてますけどね。そうですよね。で、パンフレットの中に書いてあるんですけども、これは非常に肌にいいということで、女性の方にもおすすめなんですよね。聞いた話ですけども、はい、すっぽん食べると1週間ぐらい、お化粧のノリが違うっていう話聞いたことがあります。すっぽん料理かっぱさんをご紹介しました。すっぽん君にも登場いただきました。ではご一緒に塩バーラブ。